ストラトフォード駅はイーストロンドンのニューアムにあるナショナルレールの列車、ロンドン地下鉄及びドックランズライトレールウェイの各線が乗り入れる鉄道駅である。CTRL の新駅ストラトフォード国際駅と識別するためストラトフォードリージョナルと呼ばれることもある。ロンドン地下鉄はセントラル線、ジュビリー線が発着する。この駅に発着するナショナルレールの列車は ロンドンオーバーグラウンド、ナショナル X、ロンドン市内での運賃ゾーンはゾーン3に位置している。ストラトフォードアポン、A ボン駅と区別するため、乗車券上では、ストラトフォードと記されている。ストラトフォード駅は1839年にイーシアーによって開業した。鉄道工場も建設され、後に貨物ターミナルとなっている。 セントラル線は1946年12月4日に開業している。リバプールストリート駅からの新トンネルは第二次世界大戦の影響で開業が遅れていた。ドックランズライトレールウェイは1987年8月31日に開業している。この路線はドックランズの再開発によって開業した路線である。1990年代後半、低層ホームは ジュビリー線の乗り入れ工事のため改良工事が行われた。斬新なガラス張りの建物が建設され新しい切符売り場も設けられ古いものは取り壊された。ジュビリー線は1999年5月14日に旅客扱いを開始した。2010年にはストラトフォード駅の近くにストラトフォード国際駅が開業する。その際にストラトフォード駅は ストラトフォードリージョナル駅と解消される。ドックランズライトレールウェイとロンドンオーバーグラウンドのノースロンドン線が両駅を結ぶ。広大な貨物ターミナルの跡地は大型再開発地区、ストラトフォードシティやオリンピックパークとなる。2005年に新しい駅コンコース2008年に同じ長めロンドン、交通局ロンドン地下鉄セントラル、1000マイルエント駅ストラトフォード駅。 ゲートン駅チュッリーゼンウェストハム駅、ストラトフォード駅、ドックランズライトレールウェイ、ストラトフォード国際駅、ストラトフォード駅、ストラトフォードハイストリート駅、ロンドンオーバーグラウンド、ノース、ロンドン線、ハックニーウィック駅、ストラトフォード駅、ナショナルレール、ナシショナルエクスプレスイーストアングリアグレート、イースタン本線リバープールストリート駅、ストラトフォード駅、ロングフォード駅、 ストラトフォードメトロリバプールストリート駅、ストラトフォード駅メリーランド駅、リーバディラインズストラトフォード駅、トッテナムヘール駅ロンドンブレントリー、リバプールストリート駅ストラトフォード駅、チェンフィールド駅ロンドン、サウスエンドとサウスミンスターリバプールストリート駅、ストラトフォード駅、シェンフィールド駅 C2C リバプールストリート、マイナスバーキングリバプールストリート駅、ストラトフォード駅、 バーキング駅ダッチフライイヤーロンドン、アムステルダムリバップルストリート駅ストラトフォード駅、シェンフィールド駅、クロスレール、クロスレールホワイトチャペル駅ストラトフォード駅、メリーランド駅 ABCDEF、マルチ、イヤーステーションエントリーエグジットフィギュアス。ロンドンアンダーグラウンドステーションパッセンジャー優勢時、データ、ロンドン交通局。2015年3月31日閲覧。AB。 ボーダースオアライターズバイステーション20078-20089ドックランズライトレイルワイアニュアルパッセンジャーパフォーマンス2007から 2008&2008 から2009 200ロンドン交通局2012年9月27日閲覧 DLR ステーションデータ4ファーストエイプリル2010から31ショートトンエイプリル2011 ドックランズライトレイルワイアニュアルパッセンジャーパフォーマンス2010から2011ロンドン交通局2012年9月27日閲覧 ABCDEFGHIJK ステーションユーセージエスタマッツレールスタティスティックスオフィスオブレールレギュラシオン2015年3月31日閲覧中期統計手法は年により異なる場合があるありがとうございます